こんにちは、 BA チャンネルの BA です。いつも動画を見に来てくださりありがとうございます。今日は桜吹雪の動画です。寒い冬の間は歯がシワシワだった桜吹雪ですが、4月に入って気温が上がってくるごとにツヤが戻ってきています。このチャンネルでは桜吹雪を何度か取り上げています。花が咲いて種ができて、その種で増やしてきた桜吹雪、動画を見て桜吹雪をお迎えした報告とか、種を採取して発芽した喜びの報告などよくいただきます。今日まで増やしてきた様子と、去年10月に植え替えたこちらのポット苗を木箱にまとめていきます。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。 BA チャンネル。桜吹雪は風通しの良い日向でよく育ちます。1日2日なら雨ざらしでも大丈夫。花芽はこれから5月6月に上がり始め、開花は昼間の2時から3時、咲いたらたった1日でしぼんでしまいます。種は受粉作業しなくても自然にできていました。種まきは春か秋が適期だそうです。それを知らなかった私は種ができてすぐに土にまいてしまいました。桜吹雪の種は小さくて薄いので、上から土をかぶせるときは量を少なめに。種が見えたままの状態でも大丈夫かなと思います。その代わりに水やりは土が乾いたら頻繁にあげていました。発芽は早くて4日から1週間後には出てきます。ピンク色の本葉が出てきたらポットへ植え替えています。今日これから植え替えるのはそうして成長した苗です。使う木箱はこちら。去年の夏にステンシルをして仕上げてあった木箱です。100均の蚊取り線香ホルダーの蓋を利用してステンシルしている様子です。こちらの寄せ植えを作った時の廃材です。余っているものは何でも利用します。木箱の背には100均のガーデンフェンスを立てています。同じく100均アイテムの犬2匹も使う予定でしたが、今回は見送ることにします。ここへ全部の苗をまとめてスペースを空けたい、そんな思惑もあって今回の植え替えを決めました。サイズは 15×10×11 くらいの長方形の木箱です。前回こちらの木箱にまとめるときに結構苦戦したのでちょっと不安ですが、今回はその経験をもとに頑張っていきたいと思います。 BA チャンネル。これらの苗は雨ざらしにしていたので土が濡れたままです。全部の苗を木箱へ植え込んでしまいたい、そして置き場所を少しでも確保したい、さらにお天気や季節ごとの移動を楽にしたい、そんな思惑を実行するために苗の土はできるだけ落としてしまおうと思います。先日ホームセンターでマグアンプの小粒を売っていたので買ってきました。いつもセダムなどに入れているのは中粒です。比べてみるとかなり大きさに差がありますね。桜吹雪に肥料を混ぜるのは初めての試みになります。なのでその効果はこれからです。真似してみようと思う方は今後の経過報告を見てからでも遅くないかなと思います。調べると夏型らしいので大丈夫かなとは思っていますが、こればっかりはやってみないと分かりません。もし不具合があったらすぐにご報告するつもりです。うちに桜吹雪は保険株がたくさんあるので、とりあえず試してみますね。桜吹雪の根っこは太くて白いのが1本種になっています。根が長いからといって切って短くしにくい感じです。
なので最初に入れた土は少なめに入れています。ちょうど根の先あたりまで収まる深さにしています。こうすると苗と苗の間隔を空けずに植えられて全部の苗を植えてしまえるかなと思いました。根っこの様子はこんな感じです。茎から続く根っこはほぼ同じくらい、いえそれ以上の太さですよね。これを折らずにちゃんと土に植えるには、こうして苗をセットしてから土を追加していくのが一番簡単な方法かなと思います。苗もたくさん植えられそうですしね。置き場所に余裕のある方はもっと間隔を空けてゆったりと植えてあげてください。また大切に育てていきたい方は植え替えずにポットのまま育てるのもありだと思います。桜吹雪の成長はとてもゆっくりです。ポットいっぱいのサイズに成長するにはまだずっと先です。ゆっくり楽しんでくださいね。全部本当に入るのかなと最初心配していましたが、なんとか全部の苗が収まりそうです。残りは2ポット、かなり詰め詰め状態ですけど、もうここまで来たら入れてしまおうと思います。最後に苗と苗の間にピンセットを差し込んで土を揺らすようにしてしっかりと土が入っているか確認していきます。この時使うピンセットは先が丸いものがいいと思います。根を傷つけないように注意しながら隙間を確認していきます。こうしてみるとまだまだ土が入ることに驚いてしまいます。余分な土を吹き飛ばしたら完成です。庭の種棚に並べてみました。去年は花付きが良くなかったんですけど、今年はいっぱい花芽が上がるといいな。今日は桜吹雪のポット苗を木箱に寄せる動画でした。お花が咲いたらインスタにアップします。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。みえでした。次の動画までバイバイ。